こんにちは今回は今クリエイティブウォールで展示しているコンピューテーショナルネイチャーフォトグラフィーの作品についてお話をしたいと思いますよろしくお願いいたしますでは早速始めたいと思うんですがまず最初に写真を通して見ていただこうと思いますはい、では桜ですねこれは多重露出のテクニックを使って撮影しています はい、でこちらは、えー、ライブ ND とそれから露光管ズームの合わせ技ですね、はい。こちらはトンボの写真を撮ったんですがこれは手持ちハイレゾンです、はい、こちらは連月筋の写真ですね。こちらも多重露出を使ってます。えー、こちらは、えー、ライブ ND64 を使ってますね。 はいえー、こちらの写真は震度合成ですねそのテクニックを使ってます、はいえー、この写真も2枚目に出てきた写真と同じなんですがライブ ND とそれからロゴ感ズームで撮影していますはいこれが最後の写真なんですがこちらは多重露出のテクニックを使って撮影しています、はい、ではこ,これからですね写真一枚一枚のお話をしていきたいなというふうに思います で、これが3枚合成だというふうにお話ししましたが、えー、ちょっとね、不思議な雰囲気になっているのがお分かりいただけるかなと思います。で、この3枚合成はですね、えー、焦点距離をこう少しずつ変えたものを3枚合わせるというテクニックを使っています。で、どのくらいその焦点距離を変えたのかというと、えー、35ミリ換算で48ミリ、それから50ミリ。 最後の1枚が 56mm というこの3枚を合成しているんですね。なので、まあ、最初がこの写真です。で2枚目がこの写真 50mm ですね。で3枚目が 56mm。えちょっともう一回戻しますとこういう3枚なんですね。でこの3枚をカメラの中で合成するとこういう写真になる。 いうまちょっとねあのなていうんでしょうね不思議な雰囲気だと思うんですね、えー、ちょっとね絵がこうちょっとちょっとこう欠ついたように見えると思うんですがこれあの焦点距離を大きくこう、えー、ずらして撮ってしまうとちょっとこのようなね感じにならないんですがほんのわずかずつずらすことによってちょっとこういう不思議な感覚の写真を撮ることができるんですねでこれはあのそんなに難しいテクニックではないので。 まずちゃんと構図を作っていただいて、そしたらば、焦点計量ですね、ちょっとずつ変えて3枚ちゃんと押さえておいていただいて、で、その後で、これはカメラ内合成のテクニックなんですけれども、カメラの中で3枚合成をするということをやって作り上げています。そうするとこんな感じの写真になりますね。はい。では2枚目です。 これもね、ちょっとまた不思議な雰囲気出てるんじゃないかなと思うんですね。あまり見たことがないと思います。何かその木の向こうから光がこう、ふーっとこう、語弧が差しているようなね、えー、雰囲気になっているように感じられると思うんですが、で、これはあの、ライブ ND という、えー、まあスローシャッターにする、えー、まあ仕掛けがあるんですね。ND フィルターがカメラの中でこう入っているようなね、なんかそういう機能があって、それの、えー ND の64に相当するフィルターを使うことによって、シャッタースピードを遅くしています。で、この写真では2秒ですね。2秒の露出にして、ゆっくりのシャッタースピードにして、で、じゃあどうして撮ってるかというと、その後で、 まず一回シャッター切りますよね。シャッター切って1秒間はカメラをそのままにしておいて、残りの1秒でこうズームをスッと回すというテクニックを使います。そうすると、最初の1秒で絵がこうしっかりとこう定着して、で、次の1秒でこう、ふっとこう、えですね、こう光だけがこうスッと動くようにこう、表現されるんですね。で、まあ、日中ですから、ま、ふ、本来ならば ND フィルターをこう、 実はこの、えー、これ使ったカメラは OM1 なんですが、えー、OM1 にとは、えー、ライブ ND の機能が入っているのでわざわざこう ND フィルターをかける必要がないんですね。もうその機能一発、えー、切り替えだけで NG64 にしてでその段階で2秒というシャッタースピードを選んで。 あとは、ズーミングをするというで。それだけのテクニックをするだけで、こんなふうな写真を撮ることができるので、えー、ぜひですね、LiveND、えー、という機能、持っているカメラをお持ちの方、それから、えー、ズームレンズを持っていれば、えー、いつでもその場現場でこのような写真を撮ることができるので、えー、ぜひね、えー、挑戦してほしいなと思いますで。せっかくですから、同じテクニックを使った写真をもう一枚、お目にかきたいと思います。 これも同じですね。全く同じ手法を使っています。ちょっとこれ暗い森に入って、ちょっと形のいを見つけてで、そこに三脚をしっかりと据えて、そしてライブ ND の64を選びます。で、この写真においてはちょっと4秒というシャッタースピードを試してみようと思って、4秒で撮っています。で、この4秒の時というのは、まあそうですね。最初の 1>, 1秒もしくは2秒くらいで絵を止めておいてで残りの1秒2秒くらいでぐっとこう回していくと。でこのただ回し方がですね 遅すぎても、その、時間がきあの来てしまうのでね、えー、中途半端になってしまうし、早すぎてもあまり効果が出ないんですね。なので、えーまあ、残りの2秒、まあ、もしくは残りの1秒でもいいんですけれども、そこでうまくそのズームがふっと回りきるような形で、えー、ズーミングをかけていただくと、光がスーッと後ろにこう流れたような写真を撮ることができます。で、えー、っと、その風景としてはですね、 え主役の背景側に光がこう回り込んでいるようなあの絵がいいと思います。えー、この写真は右の下の方が えちょっとねその岩を抱え込んでいるので、えー、光が入っていないのでそこの部分にこう光の筋が見えてないんですけれど、えー、それ以外の背景側には光が見えているのでその光がスーッとこう伸びたように見えてくるんですねなので背景に光があるというのがある程度条件になるので、えー、そういう場面で主役をドーンと置いていただいて、えー、ズーミングをするということをしていただけるとこんなふうな写真を撮ることができます、えー、本当にね、あのー、最初のの 一発詰めたとなかなかうまくいかないかもしれません。なので何回か練習をしていただいて、えー、何回かやれば必ずいい写真撮れます。これ間違いないです。えー、そうですね。10回もやれば1回ぐらい、あの、いい感じで成功します。成功すると、その時の感覚を覚えておけるので、その感覚で2枚目、3枚目っていうのをやっていただけると、 えそうですねもうこういうテクニックを使って光をこう背景側にこうスッと五光がさしているように、えー、光が動く写真を自在に撮ることができるので是非ね、えー、フィールドで試していただけるととっても楽しい写真になるかなと思います。でハイレドショットというのはもう今更あまり説明することもないと思うんですがただ条件があって被写体がこう静止している っていうのを皆さん、えー、聞いたことがあると思うんですね。だとすると、こういう動くものに対して、そういうハイレードショットって難しいんじゃないんだろうかって思うと思うんですよね。で確かにそうです。なので、この時も実は無風の状態です。 なので、花も動いていなければ、トンボも動きません。で、トンボは、えー、一度その、何かに止まるとこう、じっとしてるんですね。時々花をバタバタって刺したり、首をこう動かしたりするんですけど、そうでない瞬間を狙って撮影してあげると、トンボ自体は動きません。なので、えー、静止している場面を使えば、手持ちハイルドショット、もしくは三脚ハイルドショット、えー、しっかりとこう決めることができるので、ぜひですね、えー、やっていただけるといいかなと思います。で、念のために、ちょっとね、これ。 部分拡大をしてみよううと思うんですが、えー、もうちょっとねあの目を皿のようにしてみていただけるとすごいこう改造感が出てるのがね感じられると思うんですが、えー、このぐらい今かなりねあのアップにしてるんですけどもこのぐらいの改造感で撮ることができます、えー、でもやっぱり確かにねトンボが少しこう風で揺れてしまったりするとどうしてもきれいに決まらないのでしっかりとね無風の状態というのを選んでハイレゾ楽しんでていただけるといいかなと思います。 でそれからちょっとこの写真はちょっと変わり種なんですけれどもこれタヌキがですねちょっとあの寝てる時に出来はしたんですね、えー、ちょっと珍しい場面だと思うんですけど、えー、これよく見ていただけると目をうっすら開けてるんですねでこっち見てるんです。 で、時々もそもそって動くんですけど、基本的にはこう目をしちょっと薄め焼けたり寝てたりして、全く動かない子なんです。なので、えー、ちょっとこのシーンでも手文字入るといけるんじゃないかなと思って、試した写真がこれですね。もう毛並みもね、本当に美しく描かれてますので、相手が生き物であったり、その飛ぶものであったりすると、どうしても、 当然ね、飛んでる間はできませんが、えー、鳥とか、あるいはこう、トンボとか、止まった時にじっとしているもの、えー、そういうものであれば、えー、手持ちハイレゾあるいは三脚ハイレゾを使ってしっかり撮ることができるので、ちょっとね、あの、被写体を選んで挑戦してみていただけると、こういう生き物もハイレゾを使って、えー、精密な描写をね、することができるので、ぜひね、やってみていただけるといいかなと思います。 はいえー、それからこちらの写真これはですね3枚合成なんですねで、えー、まあ合成写真っていうと1枚目ピントを合わせて撮ってで2枚目ピントをぼかして撮るのでこういうふうにふんわりした写真になるっていうのは皆さん、えー、どこかで見たことがあると思うので知ってらっしゃると思うんですねでもこの写真をちょっとよく見ていただくとちょっと不思議なことに気づくと思うんですよでこの不思議なことって何かっていうとですねえー、っと左の じゃあちょっとね、実際の具体的な場所をお見せしましょうね。1枚目の写真はここにピントを合わせてるんですね。で、2枚目の写真はこの位置の花にピントを合わせてます。三3枚目の写真は背景にピントを合わせてるんですね。なので、えー、それぞれこうピント位置を 手前と、それから中間距離と背景の3箇所変えて撮っているので、出来上がった写真は、3箇所にピントがあった写真なんだけれど、ボケ味があるっていう、ちょっとこれもね、不思議な感覚の写真が撮れます。 えーまあ、できればね、手前側、それから中間、それから背景という形で、えー、それぞれに何かポイントがある風景を見つけていただいて、それで、えー、このような写真にチャレンジしていただけると、えー、とても面白い風景が撮れるんじゃないかなと思います。特に花の風景を撮るとき、えー、ボケ味があるのにの、手前から奥までピントがあって見えるっていうのはなかなかね、えー どうでしょうね。見たことがない写真だと思うので、ちょっと試していただける価値はあるのかなと思っています。で、私も実はこの写真を撮った以降ですね、何回かチャレンジしていて、えー、いろんな場面でね、この撮り方を、えー、やっています。ぜひ、そんなにこれは難しくありません。ただ、手持ちでできないことはないんですが、精密にやろうとした場合は、三脚にしっかりと据えて、そして構図をちゃんと決めます。手前にもピントが来る被写体がある。で、中間距離にもポイントがある。 で、背景側にもいいポイントがあるという車体を選んで、そして、1枚目、2枚目、3枚目という形でピントをそれぞれ合わせて、3枚しっかり撮ってください。で、その後で、カメラ内合成ですね。3枚を合成する。3枚合成というのを選んでもらって、この写真、作り込んでいただけるといいのかなというふうに思います。とても楽しいです。はい。では次ですね。え、これは LiveND。 ですね。これ64を使って撮影しています。朝の撮影なんですね。これたまたま別のところで朝の風景を撮っていて、で、この滋賀高原の覗きというところにこう差し掛かったらですね、ちょうどその雲がかなり雄大に動いている。 5つ、えー、ちょうど正面に見える山はこれ、笠ヶ岳っていう山なんですけど、この笠ヶ岳っていう山にもこの霧がこう、ふーっとこう、まあ、雲海というかね、それがかかってる状態だったんですね。で、もうみるみるその雲が動いてるのがわかるんですよ。なので、これもしかするとスローシャッターを使うと、面白い写真になるんじゃないかなというふうに思ったんですね。なので、もうすかさず、えー、ライブ ND64 を使って、で、これね、早朝なので、まだ意外に薄暗い状態なんですよ。 なので、これシャッタースピードを遅くすることができるんですが、ただ、えっと、ここまで遅くするのは結構難しい場合もあるので、そういう場合は、例えば他の別のね、ND フィルターをもう一枚前にレンズにかけて、その合成でシャッタースピードを遅くするということをやっていただいてもいいと思います。現場の明るさによっては、ライブ ND64 だけでシャッターを稼げる場合もありますし、ちょっと明るくなってくるとね、それだけでは、例えば30秒、1分とかってシャッタースピードを稼げない場合があるので、そういう場合 はもう1枚実際の ND フィルターを重ねてやるということあの重ねがけできますのでそれでぜひ挑戦してみてください。でこの写真50秒ですね30秒で撮ったらいろいろ、えー、試してみたいんですけれどだよく考えてみるとですね 一回シャッターを切ると30秒なら1分じゃないですか。そうするとね、もう雲の形が変わってるんですよ。だから実はこういう風景って二度と同じ風景が撮れないんですね。なので、まあ、どうでしょうね。もう一発勝負に近い写真なんですね。なので、その現場に来たらすぐ、あ、いい雰囲気だなと思ったらすぐ三脚にカメラを据えて、ライブ ND にパッと移行して、えー、長辺をかけて、まず一枚撮ってみるっていうことができるというのが、この、OM、え、OM1 の良さ。 え、OMD のそのライブ ND を搭載したカメラのいいところなんですね。なので、どうしてもね、その ND フィルターをかけていると時間がかかってしまって、そのいい瞬間を逃しがちじゃないですか。多分そうやっていい瞬間を逃した方もたくさんいらっしゃると思うんですね。でも、えー、もうすぐその切り替え一つでライブ ND に移行できるというその機能を持った OM のシステムのカメラを使うことで、えー、いい瞬間をね、逃さず撮れるので、ぜひですね、こういう機種 貴重な場面に出会った時にはスローシャッターえやっていただけるといいかなと思います。で、この時ですね。何枚か撮っています。で、ありがたいことにいい雰囲気の雲がこう。次から次へとこの周辺にかかってくれたんですね。で、この写真はちょっとそのさっきの三角の山のちょっと肩のあたりをこう。ちょっとズームをして撮影したものですね。 えー、これは30秒ですねシャッタースピードを使って選んで撮影していますでそのすぐ直後ですね今度はちょっと引いた感じで、まあ、手前側に緑のこう木を入れてそして少し広めにこう撮ったそんな絵ですねでこれはですね30秒ですねこれも30秒、えー、やっぱり30秒くらいかけることによって雲がこう流れている雲が柔らかい表情を何、えー、ていうんですか 獲得するんですね。なんか、綿グムのような雰囲気になる。なので、で,できれば、そうですね、2秒3秒くらいだとこういう表情どうしても出てこないので、できれば30秒以上とかね、1分近く。 雲がゆっくり動いている場合は1分近くの露光、えー、時間をかけてあげて、こういう写真をしっかり撮ってほしいなと思います。当然ですけれども、三脚を使います。これ手持ちでね、さすがに30秒1分というのは無理なので、えー、精密に写真を撮ろうと思ったらば、確実に三脚に乗せて、そしてスローシャッターを撮ってみてください。で、最後に撮れたのがこの写真ですね。えー、これもね、かなり広くこう、 え、風景捉えていますけれども、手前側には今度は雲がなくて、え、笠ヶ岳の周辺だけに雲がこう湧いている。そんな風景が感じられると思います。え、やっぱりね、あの、一枚一枚撮るのに30秒とか1分とか時間かかります。なので、どうしてもね、たくさんのこう、ずっと撮るってことができないんですね。なので、 まあ言ってみれば一発勝負ですかね。構図を一発勝負で決めていくっていうようになっていくので、構図をパッと決めて、でシャッターを切って30秒静かに待って。 そしてもうその30秒待ってる間に次はどの構図にしようかなっていうのをちょっと考えておくんですね。で、その写真を撮り終わって、えー、確認して問題がなければ今考えた構図のところにさっとこう、えー、レンズの方向を変えて次の写真を撮るということをしていただけると、まああのー、なかなかね、えー、こんないい状態が そうですね1時間ずっとこんな状態で続くって実はめったにないんですね。ところがこの時は1時間くらい続いてくれていたのでかなり長い間のシャッターを切ることができていたんですね。ちょっと写真戻してみるとこの写真を撮ったのが5時15分ですね。で次の写真が5時29分。で次が5時34分。 で最後が65分ですから約1時間近くいい表情が続いてくれましたなかなか滅多にないです、えー、なので結構構図を変えていろんな風景を撮ることができましたが、えー、まあとてもラッキーでした、えー、こういう時は、ね、ぜひ Live LED 使ってみてください はい。えー、次のこの写真は、震度合成です。これね、パッと見ると、実は、あの、何気ない、何でもない写真に見えると思うんですが、実はこれ、画面の下側に、えー、黄色く見えているのは、日光キスゲですね。で、中間に見えている、えー、ピンクの花があって、柳ンな,なんですね。で、その、その上に緑のその草が見えていて、その奥側にこう白い花が見えている。四、えー、層構造の写真なんですけれども、えー、手前から奥まで、 えー、ピントが来てるように見えてます。不思議ですよね。これやっぱりね、振度合成のテクニックを使うからこそ、えー、こういう写真が撮れてるんですね。で、これは、えー、撮影枚数としては最大の15枚という設定をして撮影しています。で、えー、っとね、これ、ね、何もしないで普通に撮ると、どういう写真になるかというのをちょっと見ていただこうと思うんですが、これ F16 に絞っても、画面の上側の白いところをちょっと見ていただけるといいと思うんですが、えー、っとですね、 この辺ですね。ちょっとボケて見えてると思うんですねで。望遠ズームを使って撮影をしているので、どうしても被写界深度は浅いんです。F16 までかなり絞り込んだようでも結構ボケてますよね。この辺見るとボケてます。じゃあ次ですね。えー、これを深度合成を使うと、やっぱりかなり後ろの方がピシッとこう見えていますで。ちょっとこれ前後比較すると分かりやすいと思うんですけど、これが通常撮影ですね。 えー、F16 でもどうしても背景ぼやけます。で、こういうときに深度合成を使ってあげると画面全体にピントが合うって。こういう写真が撮れますので。 特に、円形ですね。中継から円形にかけて、こう、望遠ズームで撮りたい。でも、ぼかすんじゃなくて、こう、全体にピントが合わせたいんだっていう、そういう写真、当然出てくると思うんです。そういう時には、振動合成の機能を使ってあげると、えー、こんな風にね、撮ることができるので、えー、まあ風景写真ではどうしてもね、こう、パンフォーカスにしたいっていうシーンが出てくると思います。で、そういう時には、えー、このね、振動合成というのを使ってあげると、えー、まあいわゆるその風景写真らしい表現。 ね手前が六までピントがあったように見えるっていう風景を撮ることができるのでぜひトライしてみてくださいで次ですえっとこれもですねえっと二枚目の写真と同じでライブ ND に加えてロ露光ズームというテクニックを使った写真ですでえっとこの写真はですね。 えー、撮ったのが、ノダの平というところで、えー、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、工房で有名なところなんですね。なので、あ、これノダの平だねってわかる方もいらっしゃると思うんです。あ、ただ工房を撮った写真だって思った方もいらっしゃると思うんですが、実はこれそうじゃなくて、これも録音感ズームによって、その工房が走ったように見せているんですね。 で実際この日工房は出ているんですけれども実はちょっと弱くて何、えー、て言うんでしょうねそのいわゆる派手な工房ではなかったんですね、えー、なのでもしかするとこういう場面でも「録ゴカズーム」を使うことによって、えー、面白い写真になるのかなと思ったので、えー、朝の慌ただしい時間ですけれどもライブ ND にセットしてでこの写真も4秒ですね4秒の「録ゴ」にセットしてで「笑、えー、点」 画角をちゃんと決めて、で、その後シャッターを切って、この写真は、えー、ちょっと私の記憶では3秒止めてます。で残りの1秒スッとこう回したと記憶があるんですけれども、えー、広角側にスッとこう画角を開いて撮影したんですが、そうすると、この太陽の中心部分、これあの F22 ですね。絞りが F22 なので、工場がこうスッとこう、 力強い光の筋を描いているのがわかると思うんですが、さらにその木の向こう側の光がこうスーッと画面の四方八方にこう散っている風景が撮れる、えー。とても面白い表現になっていると思います。印象的ですね。えーまあ、工房が出ない時の何て言うんでしょうね、えーまあ、隠し技と言っていいのかもしれませんが、実はですね、ちょっと比較写真があるんですね。 で、これ左を見ていただけると、ここにね、うっすらと工房は出てるんですけど、とても弱いです。で、この時に、えー、ライブ ND プラス6交換ズームというテクニックを使って撮ったのがこちらなんですけど、えー、弱かったんだけれど、少し工房がちゃんとスッと引いてます。ですので、えっ、ー、と、なんていうんですかね。 そんな風な写真を表現したいと思った場合は、えー、ライブ ND にした上で露光感ズームをスッとかけてあげることによって、まあ、疑似的ではありますけれども、えー、工房を引いたような写真を撮ることはできますので、えー、これも現場でぜひですね、やっていただけるといいかなと思います。で、これ必ずしも工房が出る場所に行かなくてもいいと思うんですね。森の中に入って森を見上げた時に太陽の光がこう、 葉っぱの影からこう強くこう差し込んでくるという風景ありますよね。そういう時にでも、えぇ、ー、ライブエネルギーを使ってシャッタースピードを2秒とか4秒くらいにして、そして、えー、構造を決めてシャッターを切って、で1秒から2秒待って、残りの1秒くらいでスッとこう、えー、ズーミングをすると、こういう写真にすることができるので、森の中、 晴れている時にはね、そんな時でもそんな風にやっていただけると、例えば画面の中央に太陽があって、太陽の向上がこう見えて、その周辺にこう光がスーッと伸びるっていう写真が撮れると思います。はい。えー、最後の写真ですね。えっ、ー、と、これは多重露出。これはいわゆる普通の多重露出2枚合成ですね。1枚目、えー、こういう形でピントを合わせています、えー。手前の葉っぱにピントを合わせてますね。 で、2枚目。これね、後ろの木にピント合わせているんじゃないんですね。えー、ちょうど中間距離くらいのところにピントを合わせて、まあ、空中にピントを置いているようなイメージです。そして、シャッターを切って、全体をぼかします。そして、この2枚を、 え、合成することによって、このように撮れます。で、これね、あの、後ろのこの木にピントを合わせてしまうと、硬い写真になっちゃうんですよね。後ろの木はシルエットとして柔らかくぼけてるっていう必要があるので、そのようにして撮ってあげることで、このような形で、え、ちょっとね、これも独特な表現だと思うんですけれども、多重露出。 え、面白い表現ができると思います。で、えっ、ー、と、このような写真を撮りたい場合はですね、やっぱり背景のこの木のシルエットがいかにこう、えー、滑らかで美しいかというところがとても重要になりますので、えー、例えば紅葉の季節、あるいは紅葉でなくても、緑の季節でもいいと思うんですけれども、えー、要は手前側の葉っぱにピントを合わせたときに、背景側の木のシルエットが美しくこう、 バランスよく並んでいる、整っている、そういう場面を見つけてやってみてください。そうすると面白い、とってもね、印象的な写真を撮ることができるというふうに思います。で今回、8枚の写真を展示して、 え、あるいはここで見ていただきましたが、使ったレンズはこんな感じですね。超広角ズーム8から25というレンズ。最近私よくこれ使います。今回は1枚だけだったんですけれど、かなり通常撮影で対応したレンズです。で、えー、っと、12から100という、 勾配ズームですねこれはもう本当になくてはならない。私の取材にとってはなくてはならないレンズですね。これだけでも、どうでしょうね。7割から8割くらい取れると言ってもいいくらいですね。で、今回は比較的多く使ったレンズが40から150というズームレンズですね。これを使うことによって、切り取り効果とかね、柔らかくぼかす効果というのが得られるので、これを多用して、今回は4枚ですね、使うことがなっていました。 で最後まとめですね。今回このような形で8枚の写真を展示しています。ぜひ現場で見ていただけたら嬉しいと思いますし、この動画で楽しんでいただけたら嬉しいと思います。ありがとうございました。